どうも、ミスターです。僕は現役を退いて、すぐ栄光の読売巨人軍の監督になったわけですけど、いきなり球団史上初の再会には、さすがにポジティブシンキングな僕でも参ってしまいました。ミスター、わしなんて南海時代、保守兼監督しとったがな。それから24年間4球団の監督に就いたけど、優勝は、たった5回や。ノムさん、奇遇ですね。僕も15年、我が巨人軍の監督を務めて、いわゆるチャンプをゲットしたのは5回でした。ミスターとは、わしがヤクルト、阪神の監督の時、量産対戦したな。そや、阪神時代は3年連続の再開やったわ。でも、ノムさん、僕たちはシーズン途中で投げ出すことはなかったですけど、中には成績不振でスピーディーに、いわゆる退陣した監督もいるわけですよ。はい。どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、プロ野球の監督って辛いわよね。霊夢、唐突にどうした？だって、ビッグボスだって、あんなど派手なパフォーマンスしてたのに、成績はそれと反比例。やっぱり勝ってなんぼの世界でしょ？そりゃそうだな。あまりにも負けが込んで、シーズン途中で解雇された監督もいるぜ。そうなの？サッカーではよく聞く話だけど、プロ野球でもそういうことがあるのね。よし。じゃあ、今回はあまりにも負けすぎて、シーズン中にクビになった監督について、ゆっくり解説するぜ。それでは皆さん、ゆっくりしていってね。ゆっくりベースボール。まず一人目は、石毛博道監督だぜ。石毛監督って言ったら、西武の選手ってイメージが強いわね。石毛は、1956年9月22日生まれで、千葉県旭市出身。社会人野球プリンスホテルを経て、1980年、ドラフト1位で西武ライオンズに入団したぜ。選手としては西武一筋だったの？西武では、1981年から1994年まで、14年間プレイ。1995年から2年間を、福岡ダイエーホークスでプレイし、引退を迎えたぜ。40歳までの現役生活だったわけね。生涯打率は、2割8分3厘、1833安打、236本の本塁打を放っているぜ。プロ野球選手としては、なかなかの好成績よね。引退後はダイエーに席を置き、球団職員の立場で、1997年にロサンゼルスドジャースにコーチ留学したんだ。へぇ、ダイエーとしては、指導者として期待していたのね。1997年シーズン終了後の10月24日、福岡ダイエーホークスの2軍監督に就任したぜ。ふむふむ、まずは2軍監督で肩慣らしという感じかな？いや、翌1998年10月24日に、1年で事実上解任されてしまうんだ。え？どうして？石毛監督は、2軍のスタメンを、あみだくじやじゃんけんで決めていたことが大きな話題となったんだ。は？そんなんで打順決めていいの？これは、様々な打順を経験させることで、仮に2軍で主砲であっても、1軍でバントを命じられても失敗しないようにといった狙いがあったらしいぜ。まあ、わからなくはないんだけど。でも、解任となった原因は、スタメン選びではないんだ。え？違うの？解任となった本当の原因は、球団強化策について進言した内容にあったようだ。どういうこと？進言した内容が批判と受け取られ、球団フロントの怒りを買ってしまったぜ。口は災いのもと、って言うからねー。1999年から3年間は、NHK 野球解説者、スポーツ日本の野球評論家を務めたぜ。ここで外から野球を見つめ直したのね。2001年10月9日、オリックスブルーウェーブ監督に就任したんだ。いよいよ監督用のスタートね。だけど、石毛は正式発表前に、NHK にメジャーリーグのポストシーズン解説を依頼されていて、それを断るために、やむなく監督就任を打ち明けたところ、NHK ニュースで、報道されることになってしまったんだ。それって、やばいことよね？おまけに、スポニチにも監督打診の話を打ち明けてしまったから、収拾がつかなくなってしまった。あやや。これが、内部機密を外に漏らすような奴は信用ならんと、宮内オーナーの不信を買い、石毛も反発して、この話、白紙に戻しましょうと応じたんだ。売り言葉に買い言葉ね。結局、NHK とスポニチに事前報道しないよう依頼し、いずれも自粛に応じたぜ。鼻からケチがついてしまった。ね。
最終的に監督就任は実現したけど、最初から不穏な空気は漂っていたのかもな。で、肝心の成績はどうだったの？初年度となる2002年は、50勝87敗3分け、球団では39年ぶり、オリックスでは初の最下位に終わったぜ。ビリかー。厳しいよね。2003年も開幕から低迷し、20試合を終えて、7勝12敗1分け。この直後、4月23日に解任されてしまったぜ。え？あまりにも早すぎない？病気とか、やむを得ない事情を除けば、プロ野球史上最短の監督だったな。もう少し様子見てもよかったんじゃないの？采配ぶりから、監督としての資質が疑問視されたけど、石毛自身は、イチローも田口も、ジョージ・アリアスも加藤慎一もいなくなって戦力が足りなかった、と語っているぜ。戦力不足は否めないわよね。実際、解任の引き金となったのは、新外国人選手のルーズベルト・ブラウン、ホセ・オーキズを不審で、2軍に落としたことが、採用した球団社長の反発とみなされ、解任されたようだぜ。大英の時もそうだけど、フロントや上層部との圧力が原因みたいね。これは監督解任とは関係ないかもだけど、プライベートでもスキャンダルにも付きまとわれ、3回結婚して3回とも離婚を繰り返しているんだ。誤解されやすいのかもね。石毛は、プレーでは走攻守に優れた才能を発揮し、チームリーダーとしても大きな存在感を見せ、西武の黄金期を支えたんだ。それを思うと、指導者としても名監督になっても不思議ではないわよね。監督解任後は、四国アイランドリーグ立ち上げに尽力するなど、我が国に独立リーグの裾野を広げた功労者でもあるぜ。今後も日本の野球界を見守り続けてほしいわよね。二人目は高田茂監督だぜ。高田監督って名将ってイメージだけど、違うの？まあ、その辺はおいおいと解説するぜ。選手としてはどうだったの？1968年から1980年、読売ジャイアンツ一筋で、巨人の V 級時代を支えたんだ。成績はどうだったの？生涯成績は、1384安打、139本塁打、499打点、2割7分3厘の打率を残しているぜ。まずまずの成績よね。大谷長嶋に比べたら、目立たないかもだけど、黄金期を陰で支えた玄人好みの選手かもな。おいくつなの？高田茂は、1945年、7月24日生まれで、大阪府大阪市出身だぜ。今年77歳になるのね。名門並小高校、明治大学を経て、1967年ドラフト1位で読売ジャイアンツに入団したんだ。指導者としては、いつ頃から？引退後は、NHK 野球解説者を経て、1985年から1988年まで、日本ハムファイターズ監督を務めたぜ。成績はどうだったの？初年度は、総得点が総失点を上回った歴代のチームの中では、史上最低の勝率を記録し、1985年、1986年と、2年連続5位だったんだ。あら、パッとしなかったのね。1987年から1988年は、2年連続3位で、A クラスを確保したぜ。ここは名誉挽回したのね。4年間で、勝率こそ負け越して、ずば抜けた実績は残していないけど、恵まれていないチーム戦力で、この間に、後のミスターファイターズ、田中幸雄を見出し、レギュラーに育て上げている指導力は評価されているんだ。なるほどね。また、角広志や西崎幸宏、松浦弘明など、1990年代前後のファイターズを支えた主力投手が台頭したのも、この時期だぜ。選手を育成する手腕も優れていたわけね。退任後は再び NHK 野球解説者を3年務め、1992年には古巣、巨人にヘッドコーチとして復帰したけど、藤田元監督の退任に伴い1年で退団したぜ。せっかく古巣に戻れたのにね。その後も日本テレビやラジオの野球解説者を経て、再び巨人に復帰。96年97年は一軍外野守備、走塁コーチとして、98年から2001年までは二軍監督を務めたぜ。その頃の巨人って、長嶋監督のメイクドラマの時代よね？ああ、そうだな。長嶋監督を縁の下で支えた感じかもな。現役時代から、そんな役割なのかもね。その後、2005年から2007年にかけて、北海道日本ハムファイターズのゼネラルマネージャーを務めたぜ。ゼネラルマネージャーって監督とは違うのよね？
監督がチームが試合をする際の最高責任者とするなら、ゼネラルマネージャーは監督を含むチーム全体をまとめる役だな。ふむふむ。なるほどね。2006年にチームは日本シリーズを制し、アジアシリーズでも優勝。アジア一を経験した日本初の GM となり、2007年も日本ハム初のパリーグ連覇を達成しているぜ。監督としてではなく、GM として日本一を経験したのね。日本ハム GM 職、初仕事となったダルビッシュ有の入団交渉に際しては、ダルビッシュの母が、現役時代の高田の熱烈なファンであったため、指名の挨拶の切り込み役として、交渉をスムーズにしたそうだぜ。高田さんってハンサムだもんね。さだまさしの昔の楽曲にも登場するしね。わら。2008年より、東京ヤクルトスワローズ監督に就任。背番号は現役時代の番号を重ね合わせた88となったぜ。巨人時代の高田監督の8番の背番号は、後に原辰徳選手が継いだんだよね。2007年から2008年シーズンオフに、神宮球場が拡張工事されたことで、3億と高年俸に加え、守備に難のある主砲、アレックス・ラミレスを放出。高田率いるヤクルトは機動力を重視し、スモールベースボールを掲げたんだ。思い切った改革を進めたのね。かつての GM を務めた日本ハムから、川島慶三、押本武彦、橋本義孝、萩原純が移籍。韓国からは、イム、チャンヨン、ダニエル・リオスをそれぞれ獲得するなど、積極的な補強、選手の入れ替えを行ったんだ。かつての人脈やネットワークをフル活用した感じね。また、俊足の福地和樹、巨人を戦力外通告された斉藤隆幸を獲得したぜ。結果が楽しみね。ワクワク。2008年シーズンは、福地がリードオフマンとして活躍し、三塁手だった飯原康氏が本職のレフトに収まり躍進。空いた三塁には、チームリーダーで、名手の宮本慎也がコンバートされ、ショートには宮本の後継者として期待する川島慶三が積極的に使用されたぜ。随分積極的にコンバートしたわね。一塁には、中盤以降ファームの主砲、畠山和弘が起用され、結果を残し、福地が42盗塁を記録。盗塁王を獲得したのをはじめ、青木の力か、飯原康氏、川島慶三などの選手が、積極的に盗塁することで、チーム盗塁数が12球団最多の148を記録したぜ。機動力も増し増しね。投手陣は、前年の勝ち頭、セス・グライシンガーが退団、巨人へ移籍。獲得した外国人選手も、イム、チャンヨンを除き活躍しなかったが、前年壊滅状態だった投手スタッフが、積極的なメンバー入れ替え。村中恭平、押本武彦、松岡健一など、若手の台頭で整備されたことで、チーム防御率も3点台に回復、最下位を脱出し、5位となったが、中継ぎ左腕不在に泣いたぜ。それで最終的には何位だったの？終盤まで中日ドラゴンズ、広島東洋カープとクライマックスシリーズ進出争いをしていたけど、終盤に大型連敗したことで最終的に5位となったんだ。でも次に繋がる5位って感じね。2009年も積極的に補強に乗り出し、12球団合同トライアウトで中日から森岡良介、ソフトバンクから吉本亮、オリックスから田中勇樹を獲得し、また球団史上初の FA 補強選手として、横浜から相川良二を獲得、外国人も韓国から補強ポイントだった左腕のイ・ヘチョン、同じく左腕のリッキー・バレット、野手では強打力強化のためにジェイミー・デントナを獲得、さらに開幕直前に、楽天から市場康弘、宮出雄二とのトレードで獲得したぜ。このシーズンの成績はどうだったの？シーズンではチームを3年ぶりの3位、A クラス入りへ導いたぜ。お、すごい躍進ね。そして問題の2010年。もしかして、この年が途中解任とか？このシーズン、開幕当初は3カード連続勝ち越しと上々のスタートを見せたが、4月中旬以降になり急激に失速。連勝すら上げられなくなったんだ。高田監督ピンチ。5月にセパ交流戦が始まってからは、全く勝てなくなり、球団に進退伺いを出す事態となったぜ。高田監督大ピンチ。6連敗となった5月20日、球団から慰留を受け、一度は辞任を思いとどまるものの、その後も2連敗。5月23日にはテコ入れとして、打撃アドバイザーに伊勢高尾翔平。5月26日には一部メディアで辞任と報じられたぜ。マスコミも嗅ぎつけたのね。
本人は一旦は否定したものの、同日の台東北楽天ゴールデンイーグルス戦でも敗れ、9連敗となり、試合後、改めて辞任を申し出て了承されたんだ。かつての V9 戦士も、9連敗で辞任なのね。このシーズン、ここまで13勝32敗1分けの借金19で、リーグ再開。特に4月24日以降は、2勝20敗と大きく負け越したぜ。解任にならなかったのは、高田監督への敬意の証かしら。後任には、ヘッドコーチの小川淳二がシーズン終了まで監督代行を務めることとなったんだ。いくら連敗しても、辞任しない監督は山ほどいるけどね。連敗に業を煮やした少年ファンから、高田、辞めちまえと罵声を浴びたことで、最終的に辞任の意思を固めたそうだぜ。痛い気な少年ファンの一言は、何よりも重かったわけね。退任後は、再び野球解説者、野球評論家を務め、2011年12月5日、横浜 DeNA ベイスターズがゼネラルマネージャーを新設したのに伴い、その初代 GM に正式に就任したぜ。監督としては、ちょっと不遇な時代が続いた感じだもんね。この時、監督就任を要請していた工藤公康の起用断念を発表したが、この工藤との交渉で難航していた頃、高田はふと中畑清のことが頭に浮かび、自宅の柿の木になっていた甘柿を切ってママチャリのカゴに入れ、普段着のジーパン姿のまま、自転車で中畑を訪れたんだ。ジーパン姿でママチャリに乗って？わら。工藤の条件が厳しくて、もし破談になったら監督をやってみる気はあるか？でも、保険なんだけどな。と中畑に柿を渡しながら告げると、返事もまともに聞いていないのに、翌日に中畑 DeNA 初代監督就任が決定したぜ。あまりにも馬鹿正直ね。わら。中畑は後に、今考えれば、あの甘柿が契約金だったと語っていたそうだ。なんだか、ほんわかしたエピソードね。この辺が高田監督の持ち味なのかもね。3人目は井原春樹監督だぜ。井原さんは西武のイメージが強いわね。井原春樹は、1949年1月18日、広島県府中市で生まれたぜ。高田監督の少し下なのね。芝浦工業大学を経て、1970年、ドラフト2位で、西鉄ライオンズに入団したんだ。西鉄か。時代を感じるわ。西鉄ライオンズは、その後、太平洋クラブライオンズに代わり、1971年から1975年まで在籍していたぜ。その後はどこでプレイしていたの？76年と77年には読売ジャイアンツ、その後3年間はクラウンライターライオンズ、そして西武ライオンズで引退するぜ。巨人にもいたんだ？高田選手とチームメイトにもなったことがあるのね。生涯成績は189安打、12本塁打、58打点、2割4分1厘の打率を残しているぜ。選手としては、物足りない成績だったわね。井原春樹はプレイヤーとしてではなく、指導者としての方がはるかに評価が高いぜ。そうだろうね。引退後は、西武で81年に2軍守備、走塁コーチ補佐から始まり、82年から84年は2軍打撃コーチ、85年は1軍守備走塁コーチ補佐、86年はチームスタッフ、87年から99年までは1軍守備、走塁コーチを務めたぜ。指導者としては20年近く西武一筋だったのね。コーチ1期目には、10度のリーグ優勝と、5度の日本一に貢献したぜ。西武の黄金期を支えたわけね。だけど、1999年10月1日、東尾治監督との野球観の違いや、フロントの首脳陣若返り策により解任されてしまうんだ。あやま。それは残念ね。その後すぐ、西武選手時代の同僚であった、野村克也監督から招かれ、阪神タイガース一軍守備、走塁総合コーチへ就任したんだ。へぇ、野村さんと同僚だったなんて意外ね。野村監督は、井原が西武コーチ時代に担当していた守備、走塁の作戦面を任せたが、ジェイソン・ハートキーの盗塁失敗をめぐり、野村と対立し、1年で退団してしまったぜ。ここでは野村さんと馬が合わなかったか。この年、2001年から西武の一軍作戦兼、守備、走塁コーチとして復帰することが発表されたが、同シーズン限りで監督の東尾が勇退し、同年10月11日に監督へ就任したぜ。ここでついに西武の監督になるのね。就任1年目の2002年シーズンでは、90勝を挙げて、4年ぶりのリーグ優勝に導いたぜ。すごい。日本シリーズはどうだったの？
日本シリーズは巨人と対戦したが、松坂大輔の不調もあり、4連敗で敗退してしまったぜ。あちゃあ、4連敗は痛かったわね。翌2003年は、好成績の2位で終わったものの、当初から予定されていた伊藤の監督就任を受け、同年9月17日に退任が発表されたんだ。リーグ1位と2位じゃ、初監督としては上出来よね。西武監督退任後の2003年10月14日に、オリックスブルーウェーブの監督に就任、2年連続最下位に沈んだチームの再建を期待されたぜ。え？この年のオリックスって、石毛監督のすぐ後だよね？悪い予感しかしないわ。霊夢、ビンゴ。2004年は負けが込むにつれ、選手やコーチとの間に圧力が生じ、チームは最下位に終わるぜ。やっぱりね、この頃のオリックスって、誰が監督しても無理って感じよね。加えて、再編問題、大阪近鉄バファローズとの合併の煽りを受け、契約年数を残して、同年9月28日にわずか1年で退任したんだ。かなりフロントもごたごたしていたのね。その後、野球解説者、評論家を経て、2006年10月10日、原辰徳監督に直談判し、巨人の一軍野手総合コーチに就任したぜ。巨人も一応古巣よね。2007年開幕前に、一軍ヘッドコーチに肩書きが変更され、攻撃時は三塁ベースコーチを担当したぜ。走塁に目を光らせていたわけね。2008年は引き続き、巨人のヘッドコーチに就任。2009年には、原監督が WBC 日本代表監督に就任した関係で、3月のオープン戦において、監督代行を務めたりしたんだ。原監督からの信頼が厚かったのね。シーズンでは再びヘッドコーチに専念し、最終的にリーグ優勝、日本一に大いに貢献したぜ。巨人でも日本一を目の当たりにしたんだね。2010年シーズン、リーグ4連覇と日本一連覇を逃した責任を取って、ヘッドコーチを辞任。球団の慰留を受け、同年10月25日に、球団編成本部シニアアドバイザーに移動したぜ。プロ野球って、いろんな役職があるんだねー。その後、その役職も辞職して、2012年からは再び評論家、解説者を務めたぜ。しかし、井原さんって、引く手あまたよね。そして、2013年シーズンオフ、11月3日に辞任した渡辺久信の後を受けて、再び西武の監督に復帰した。背番号は73だぜ。再び西武に戻ったのね。背番号は73か。なんか大きな波が来そうね。霊夢、相変わらず勘がいいな。わら。いや、そろそろシーズン途中解任劇が来るような気がして。2014年、開幕からいきなり3連敗スタートで、両リーグ最速の30敗となるなど、井原の前時代的な指導や練習法が、選手の心の離反を生み、序盤から最下位に低迷したぜ。あちゃあ、やっちまったな。指導法や練習法も古臭いって言われたら、もう立つ瀬がないわ。6月3日に井原は球団に休養を申し入れ、翌4日に了承され、開幕から53試合目となる、同日の対横浜 DeNA ベイスターズ戦の試合後に、井原の休養と、監督代行に打撃コーチの田辺則夫が就任することが発表されたぜ。休養じゃ済まないわよね。ああそうだな。6月27日、球団に監督の辞任を申し入れ、了承され、7月1日付で球団本部付きアドバイザーに就任したが、同年末で退団したぜ。二度目の西武はほろ苦い監督劇だったわけね。その後、解説者を経て、2018年3月、社会人野球の茨城トヨペットのヘッドコーチに就任し、現在は同球団のアドバイザーを務めているぜ。社長と小敷は、3日やったら辞められないって言うけど、監督業は負けると辛いよな。まさしく勝てば官軍、負ければ俗軍の世界だからねー。名将と称賛された監督だって、勝ち続けることは不可能だしな。でも、監督やコーチって、なんやかんや言っても、また続ける人多いわよね。勝った時の快感、ましてや優勝した後の美酒は格別なんだろうぜ。でもさ、今回紹介してくれた3人の監督、シーズン途中の解任や辞任した後は、二度と監督やってないわよね。途中で辞めてしまったことがトラウマになるのかもな。解説者や評論家で好き勝手言ってる方が気楽だもんね。というわけで今回は、あまりにも負けすぎて、シーズン中にクビになった監督について、ゆっくりじっくり解説したぜ。この動画を楽しんでいただけましたら、グッド評価をいただけると動画作りの励みになります。
よろしければチャンネル登録もお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。